豊島区豊島区は東京都北部の西北部に位置する特別区の一つ。人口は約30万人。東京23区の西北部に位置する池袋駅を中心とする副都心を要し、サンシャインシティや豊島区役所などの超高層ビル群が立ち並ぶ。区の中心は地理や行政、民間ともに池袋地区で2020年春には 旧豊島区役所跡地周辺に超高層ビルが建設され、8つの劇場を含む国際的な文化にぎわい拠点が開業予定となっている。また、池袋駅西口では、三菱地所による池袋駅西口地区再開発事業が計画されており、超高層ビル3棟が駅前に建設される予定となっている。また、立教大学、学習院大学、 河村学園女子大学、東京音楽大学といった教育機関、高級住宅街である目白、おばあちゃんの原宿として知られる。菅も、多くの著名人が眠る雑司ヶ谷霊園や、次元寺、ソメイ霊園などが存在する。1965年の国勢調査の結果、日本一の人口密度の地方自治体になった、前回調査までの一位は、東京都台東区。 2005年の国勢調査では、東京都中野区に次いで、国内第2位となったが、2010年の調査で、再び人口密度日本一となった。2005年の夜間人口、居住者は23万3141人であるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの、区内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は37万8475人で、 昼間人口は夜間人口の1.623倍になる東京都編集東京都の昼間人口2005平成20年発行13万4135ページ国勢調査では年齢負傷者が東京都だけで16万人いる上のグラフには年齢負傷者を含め中夜間人口に関しては年齢負傷者は数値に入っていないので数値間に誤差がある 2014年5月8日、日本創生会議の人口減少問題検討分科会で発表された2040年における消滅可能性都市で東京23区内で都島区が唯一ランクインした際に都島区消滅する説などの見出しが用いられて報道がなされた。この集計は20歳から39歳までの都島区に居住する女性人口に着眼し、 女性居住人口が2040年に半分以下になる市区町村を国立社会保障人口問題研究所による人口流出の推計に基づいて公表したものであり、前日のような昼間人口の激しい人の流出入などを考慮しないため選出されたものである。2018年には40年ぶりに人口29万人を突破した。日本の国家である桜の代表品種。 ソメイヨシノは、現在の豊島区駒込から、菅野の旧ソメイ村が発祥。ソメイの植木屋が、江戸時代後期、荒廃して生み出した新種がソメイヨシノである。旧ソメイ村では鉢植えを作ることが盛んで、ここで作られた植木屋盆栽は、花売りによって、江戸中に運ばれていた。1860年、万円元年に、ソメイを訪れた、英国人植物学者、 ロバート・フォーチュンはその種類の多さに驚き、世界一とのお墨付きを与えている。また霧島筒子も多く作られ、JR 駒込駅の土手が春になると筒子でいっぱいになるのはその名残である。北豊島郡に属する四つの町が合併して、東京市に編入される時に、軍名からこの名前が採用された。ただし、豊島区の前身である四町は、北豊島郡の一部に過ぎず、 元々の北豊島郡は、現在の北区から練馬区にかけての広い範囲を含んでいた渦。本来の軍の中心地は板橋町であったが、東京市に隣接する四町が軍内で、最も発展した地域であったため、四町の区域が豊島区と名付けられた。さらに、元をたどると、北豊島郡は、かつての武蔵区に豊島郡の一部であり、豊島が指す範囲はより一層。 広かった。古代豊島軍の軍河は、現在の北区に置かれ、中世には、現在の北区を発祥とし、石寺川流域を本拠地とする官武兵士の豊島氏が、豊島軍を治めた。豊島という町名が、豊島区ではなく北区にあったり、同じく豊島園、豊島氏の城の一つ練馬城の跡地が、練馬区にあったりするのはそのためである。なお、都島氏は1477年に、江戸た。 沼袋原の戦いで、大田道館に破れて滅亡した。東京市による最初の区名原案は、池袋区、池袋区だった。その後区名案が、目白区、目白区に変更され、その後各所から寄せられた様々な陳情を受け、東京府議会において、都市幕と再変更され決定された。自動車のナンバープレートは、練馬ナンバー。 東京運輸支局を割り当てられている。練馬ナンバー割り当て地域は以下の通りである。市街地再開発プロジェクトが複数されている。豊島区はフクロウを、ミ,ミズクを区のシンボルの鳥としており、区内各所にオブジェなどを設置している。区の形が羽を広げたフクロウに似ていることや、郷土玩具、すすきミズクが伝わっていること、寄贈されたコレクションを元にした、豊島フクロウ。 耳ズく資料館があることなどが理由である。豊島区立舞台芸術交流センターの愛称を、アウルスポット、アウルイコールアウルは、フクロウの英名としているほか、不正70周年記念キャラクターとして2002年に、フクロウの、豊島まな、なまを制定。2018年にはフクロウを擬人化したキャラクターのコンテストで最優秀作を決め、池袋エリアの PR アニメーション作品を制作する。 池袋駅が豊島区の中心駅であり、1日の乗降客数は約264万人、2006年で新宿区の新宿駅に次ぐ世界第2位である。ノーウィッキー、ノーウィッキー東日本旅客鉄道、JR 東日本。ノーウィッキー、ノーウィッキー東京地下鉄、東京メトロ。ノーウィッキー、ノーウィッキー東京都交通局。ノーウィッキー、 ノーウィッキー東武鉄道。ノーウィッキー、ノーウィッキー西武鉄道。最強線板橋駅はホームが豊島区にかかっているが、所在地は板橋区である。また、東武東上線下板橋駅の所在地は板橋区ではなく豊島区である。池袋のような商業エリア、繁華街を要する。外国人を含む観光客の誘致に力を入れており、2018年には、 観光情報サイト、タイムアウト東京運営会社と提携。2019年には、各種イベントを行う、東アジア文化都市2019しまを開催する予定である。東部東上線や、埼京線など、北方面に向かう路線が多数走っていることから、埼玉県、東京都北西部、北東部まで巨大な証券を形成している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。